そうですね、それからちょっと変わったことがあったんで、連絡、3号機、はい、3号機、はい、はい、ですね、はい、HPCI がですね、はい、であの 2時44分にですね、はい、2時44分、一旦停止しました。一旦停止、はい。はい。はい、で、ロアツが低いんで、はい、RCIC は、まあ、運転しないで、はい、その時はロアツ低かったんで、デーの消火ポンプを起動しましてですね、はい、はい、これで注水しようとしました。はい、しかしですね、はい、この時点で、デーデーの消火ポンプは、コンマ61メガパスカルぐらいしか、年数はなくて、うんうん、入りませんでした。はい。で、3時44分、ちょい前の、はい、データ見ると、ロアツがですね、はい、HPCI が停止した後で、ロアツがその前はコンマ7メガぐらいのが、はい、4.1 メガまで、5倍以上上がってるんですよ、7キロからまあ41キロ、はい、でこれがちょっとどういうあれなのか今、確認しておりますけれども、はい、ロアツが上がってると。はい、ほんで、今、もう一度 HPCI が回らないかとか、はい、大体の注水手段を確認しているところなんですけれども、はい。はい。ちょっと3号がトランジェントな状態になった、はい。はい、わかりました。はい、了解です。